こんにちは、しゅんです。今回もマリオメーカーやっていこうかなと思います。さっき私ね、すげえレート下がってねって言われるんだよね。確かにと思って、いやでもこれちょっと言い訳していい？私なんでレート下がったかっていうと、もう S プラス行くまではもう勝利に貪欲だったんだよね。昔のベジータみたいな。なんだけどもう S 行ったらね、すごい若干エンジョイ勢になったんだけど、いやでもこれは言い訳ない。私もうかつてのベジータ思い出すわ。もう今日10連勝するまで帰りまてやるわ。勝利に貪欲で行きます。いや今勝利に飢えてるからね。あれだよ、優勝以外初戦敗退と何も変わんないみたいな状態っていうか、わかんねえや。その精神でやってく。いやいいよと、なんでこれ、待ってどういうこと。うわ、この下ゴールだ。これ右みんないけないの、なんでかわかる。もうこのターン P スイッチがゴールなの。これどっかからキノコ取ってくんだな。キノコ、よ、激レベ。キノコあるはず。これあったあった。え、うわ、ライトブスだな。ライトブスだな。ワールズエンドワン。うわ、ちょっと難易度高そうだね。これはね、私の傾向と対策からね、ハテナブロックを踏んでいくのが一番いいと思う。ちょっと待って、下手すぎ。こう。こんな感じ。いや、これで取る。うわ、うまいね、君。よ、これは欲しい。これはマジ欲しい。よ、真下なくなる。いや、これは終わった臭いなと思ったらみんな帰ってきてる。私、どれ？あ、ピンクで、ね。いや、くそ。あれ、完全に罠だよね。いいよ、ボランティアの主やろう。あ、もう、オッケー。じゃあ、邪魔だな、マリオ。待って、邪魔臭いな。はい、オッケー、ナイス。で、ここはもう一気に行こう。よし。で、これがトラップだもんね。これがあの、さっきのやつ。で、これは何だろう。いやいや、熱すぎ。いや、待って、これさ、マリオメーカーって割と、初動ゲーだよね。もう、行くわ。でも、これ、時間で、来た。よし。うますぎ、ワンタッチした。待って、これアイテム欲しい。いや、はい、頼む。いや、ジョブリン。うわ、ヒロと49来るか、ここで。いや、もうヒロと自分超好きなんだろうね。なかなかコース名を自分にする人。いや、待って、これヒロと49どれで行く。いや、裏を書くわ。いや、私もそっちはマリオと同じ考え。いやー、これどっちでやるか。ヒロト力が試されてるね。いや、勝ちたい。ヒロト49の座は私は、終わった。うわー、ヒロト49リスペクト感がすごいな。いや、ヒロト49のリスペクト感すごいね。待って、いや、これ上か。上だ。いや、待って、なんかいねえかな。これさ、ドッスンが下抜けれるステージと抜けれないステージの、いって、このバカや。いや、皆さん、私なんと、やるたびにレート上がってるね。うわ、見て、右から2番目。サブアカです。くそ。悔しい。サブアカで S プラス。いや、勝ちたいで、私もう、ベジータには戻れないのかもしれない。S プラスの時代に。もう、ヤムチャよ、ヤムチャ。でも、ヤムチャもあれ強いもんね。なんか、周りが強いだけじゃん。ヤムチャも一般人に比べると超強いじゃん。誰だ、サブアカ。サブアカ誰だっけ。サブアカの人。青かな。さすがにサブアカには勝ちたい。私、誰。お、生きてる。お。おじじ。わ、みんな見て、サブアカの方だ、右。くっそ、すげえな。私もサブアカ、いや、私もなんか名前、今からってあれ名前変えれんですか？名前変えれんなら5アカ目ですみたいにしたいね。5アカ目です。もう保険、超保険かけてくる。何これ？うわ、右上にちょっとだけ見えるな、道。じゃ、サブアカの人強いからな。本アカを教えてほしい、私にこっそり。サブアカよく隠す人いいんじゃん。でも本アカを隠す人、これモテる、この時代。持たれんのやだ。私持つの超下手だからね。持たれんのやだで、こう上から攻めます。来た、よし、来てる。はい。はい。落ち着いて。いや、これ火来る。よし。いや、これ勝ったでしょ。もう早送りでいいわ。いや、私ね、結構ね、久しぶりにマリオメーカーやったんだけど、いや、楽しいね。やっぱマリオメーカー、いや、久しぶりやると超楽しいなっていう。なんか最近の神ゲー感すごいよね。うーわ。おー、いけるわ。待って。いやー、うまいなー、そいつはうまい。いや、でもまあ全然いけると思う。S プラスの方がね、2人ぐらいいらっしゃるのかな。なんで、これはアイテム優先します。アイテム取っ、いやいや。確かあっちにキノコあったよね、キノコ。はいはいはい、完璧。これ取りの、これはこの音符って難しくない？なんか、結構このドッスンのさ、落ちてくるスピード早い時と遅い時ない？うん、ちょ、え？もうみんな突破口の天才これ積んで、うわ、みんな終わりだって時にこの突破口の天才、ドンケツを全て10体だから、ドンケツが9体しか倒せてない時とかに、あの突破口の天才に任せましょう。名前いいね、突破口の天才。うわ、すごい、ルイージの土下座力高い。いや、いいね、このみんなで。待って、うわ、これどれか選ぼうか。
ファイヤーで、いや、ルイージ何やってんの。ルイージこれ、あれだよね、突破口の天才じゃないよね。まあ、行きます。最初突破、いやー、これどう通すの？穴ある穴。うわ、これ超時間かかんじゃん、倒そうと思うと。穴あるかな？ちょ、待って、突破口の天才に道を、穴あるわ。とりあえず落とします。はい、とりあえずこれ。ほっ！突破口の天才やられた。いや、多分なんか戦略があるんだろうね。戦略的やられたと思う。オッケー、とりあえず落とします。僕も落ちます。うわぁ、見てくれ、突破口の天才。うわぁ、なるほどね。そういう、いや、まあ、これも一種の作戦よ。頼ってきて、ボランティアの主でいきます。こいつ、何体んだろう、全部じゃないよね。まあ、とりあえず落とせるだけ落とそう。来た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 待て、欲しすぎ落としすぎ欲しすぎよしよし待て、突破口の天才が待ち受けてるから、クソバカ。待て、お前、そこ戻ったら突破口の天才ぞ、ルイージ。ルイージ、一回落ち着き、一回落ち着きにそれくれ。待って、これどっから戻るの？はい、クリティカル様。待って、私は君の一騎打ちになってきたね、勝負は。待って、よし、バイバイ。ち。いやー、すごい。雰囲気をラスボス感すごい。今日これ終わってまり、来た。よし。ない、な、うわ、うわ、上に気をつけます、上に。はいはい、はい、リーノ。うわー。やったー、これ熱すぎでしょ。え？普通にこっち行けってことか。お前邪魔、ルイージ。いや、こういうことだよね。え？おお！うわー、これ一回でクリアできる気しねえ。ましてや、ちっちゃい状況だもんね。いや、鼻かい、ちょ、鼻かくわ。よし、危ねえ。ちょ、待って、鼻かい、いや、そう、マリオメーカーって鼻かく時間ないんだよね。落ち着いて、落ち着いて。はい。見えない、これ見えないの嫌だよね。うわー、来てる、急ぐ。急いだる、でも、いや、急ぐわ。よし、よし、よし。来たー。じゃあ終わります。ジ・エンド。おい、なんか私の隣嫌なやついるわ、もう。なんか身長も似てるし。お前、目の輝きだけ真似してくんじゃねえ、嫌だな。おお、見てる、一応右すごいな。ドラえ、まあ、ここから言わないでおけど。竹リーダーのジムシーや、逆逆、ジムリーダーのタキシーや。お、見て、シューのファンいる、シューのファン。いや、すげえ顔そっくりだな。お前ファンじゃない人がいたんだよね。初めてファンに会ったわ。